ガリラーの川は、イタリアラーツィオ州とカンパーニア州との境界を流れ、ティレニア海に注ぐ川である。カンパーニアの古い行政区分である、デッラリディラボーロ内部に属していたが、1927年までに、行政上の境界が変更されて、すべての川筋が、ラーツィオ州とカンパーニア州の境界となった。 上流のリーリ川とガリリアーノ川の合計全長は 158km、流域面積は5020平方 km で、イタリアでの流域面積第10位、海に直接流れ出る川では6位となっている。川の平均流量は、川口付近において120リッター、片メートル毎秒で、距離、面積、流量ともにボルトゥルの川を超えている。これは、テーベレ川井南ではイタリアで、 最も流量が多い。約63万年前に形成されたロッカモンフィーナの火山は川の流れを長期間せき止め、川はおそらくボルテルノに合流しリリーの湖を作り、水温にある侵食は湖が空になる約20万年前まで新たに水が海に向かい流れることを妨害したことを示している。ラチオ州フロジノネ県カシノ市の南のサンタポッリナーレで ラーピド川とリーリ川が合流してガリラーの川となる。南へ流れ、北岸の古代ローマ都市、ミントルナへと南岸の観光地バイアドミツヤの間から、テレニア海のガエータの湾に注ぐ。ウガンには、ペッチア川、コクルッツホリとリオタバーラ、左岸には、アウセンテ川といった支流を持つ。国道4 3十号、ガリラーの谷線が川沿いに伸びる。ラテン語では、 リアリースと呼ばれて、中世には緑の川と言われた。現在の名前はカリス・リリオネスと表現を変形させてある。イタリアの川の一覧には水源からティレニア海の河口までの全部を一つの流れとして、ディーリ・ガリラーノという表記で記載される。昔の図版では、ディーリ川の水源からティレニア海にある川口までがガリラーノという故障もあったことを証明されている。 リアリースンク・グリリアーノ、フィウメチ・ターミナ・ラ・テラ・ディラ・ボーロ、プラニアシア・デル・ラ・ボーロ、アメチ、マッパ・デイル・ラ・ツヨ、1693水曜にある洋室の温泉水はプリニウスにより語られる、ベシネー・水で知られ、水源はすでに、ローマ時代には使用されていた。川の谷は大昔に海岸と内陸とを結ぶ、交通の要所であり、そのためここでは、多くの歴史的な戦闘が繰り返された。 1503年のガリラーノの戦い1503年にはロレンツォ・デ・メディチの息子ピエロ・デ・メディチがこの川で歴史した。川口付近にはアッピア街道とバリアンテ・アッピアが横切る。第二次世界大戦の前ではイタリアで最初に建設された吊り橋、歴史的なレアル・フェルディナンド橋が利用されていた。今では鋼鉄のアーチ橋と中央に支柱のある最新型の橋もある。現在、 川の水は農業と工業用の考えが行われている。1964年に建設され1978年に閉鎖、1982年に作動不能とされた切磋、アウルンカの原子力発電所にも供給されていた。ディフォルデル・レンヨ、クアジ・レオンオ、エルベルデ、ダンテ、レンゴクスリー、130フリュータス AP、レカルト・デル・ラツヨ、2、 ローマ1975、トブ175ハットアメチの地図、ありがとうございます。